ヨギボーウィーリーグ第1節、広島対千葉の試合です。まずは前半3分です。千葉のシーン、このボール蓮輪に通ります。そして蓮輪、鴨川に渡して、鴨川自分でシュート、これがクロスバー。まずは鴨川のシーンでした。さあ、そして今度も37分千葉コーナーです。このシーンが得点シーンになります。先制ゴールを挙げたのは大滝です。技ありのゴールとなりました。合わせてこう足を後ろにクッと振るようなシーンだったんですけれども、このシーン、これが決まって1対0としました千葉。さあ、そして後半開始直後です。このシーン、中島よしの、ここでスピードを上げて追いつきます。そしてドリブルで自分で中に入ってシュート、クロスバーに当たったんですが、跳ね返りがゴールネットを揺らしました。これで追いつきました広島。そして左のサイド、そのすぐ後のシーンでした。さあ、ここ中島が抜けてシュート、このシーンですね。いや、後半開始直後のシュートシーンとなりました。これで広島同点とします。そしてこの長いボールに反応したのが谷口。谷口詰めていました。ここでキーパー飛び出していったんですが、谷口まだ持っていました。そして最後シュートまで。ここは千葉の一ノ瀬もよく対応したシーンです。そしてこの後のシーンです。セットプレーから後ろから走り込んできていた滝沢知世、これが決まって広島2対1勝ち越します。後ろから、まあ作戦通りというようなセットプレーだったでしょう。見事追い越しゴールを挙げたスタメン起用の滝沢。そして千葉のこのシーンです。福本のパスをカットした鴨川、自分で打ちましたが、福本なんとか跳ね返して、そして広島木崎がかき出すというシーンでした。見逃さず、やはりゴールへの嗅覚が優れています鴨川です。広島もなんとかディフェンスラインみんなでかき出すという、そんなシーンになりました。2022-23 ヨギボーウィーリーグ第1節、サンフレッチェ広島レジーナ対ジェフユナイテッド市原千葉レディースの試合ですが、2対1広島の勝利で終わりました。